はい皆さん毎度毎度、はい、うちがねイルミナを使う理由はねブランドだから <laughs> イルミナブランドだからねイルミナってのはやっぱりネットで騒がれて有名だからね、うん、なオーガニックなんか使ったらねえあんなもんなねはいまあイルミナをね取り入れてる美容室ね喜ばれるのは、まあ、全体染めが多くなるからかもしれませんね確かにオーシャンとかねあの特殊な色は全体染めしないとね コレストンよりイルミナカラーの方が楽だなと感じます。あとは仕上がりの色合いとか暗さに関して、クレマお客様の説明とか本人の性格のような気もします。イルミナカラーはまあおしゃれ染めだよね。でコレストンもおしゃれ染めあるけどね。あれは白髪染めだよね。ただコレストンの白髪染めは。 ななんか赤紫が少ないよねだから若い人向け若白髪用なのかなよくちょっとまだ使い込んでないからわかんないけどねコレステンの白髪染めはベージュ系しか置いてないけどねあとおばちゃんはやっぱりロレアルで赤紫がちょっと入ってた方がなんか退職した時に黄色っぽくなんなくていいかなって気はするんだけどこれは皆さんの考え方それぞれあるからね。 長年カラーをしている、まあ、お客様はね染めたら暗くなるくらい把握しておいてほしいなと思ったりもしますがこれね明るいんで染めたらね明るくなると思ってるからねあの、まあ、おしゃれ染めだったらそのあの明るくなるってのあるかもしれないけどね白髪染めだとね、染めれば染めるほど黒くなるからね白髪染めの明るいんで染めたって結局、うん、やっぱりそれプラス茶色になるからねやっぱり黒くなっちゃうよね。 だけどお客様はね明るいんで染めたら明るくなると思ってっかね白髪染めで真っ黒になったやつでもね <laughs> 絶妙なな仕仕上がりを求められる仕事はは低価格点にととってはきついなと感じますこれね絶妙というか微妙な値段ねうちも低価格だけど単価をね高くとっても無理だよねあの微妙なこと言われたら、うん、値段関係なくきついと思うよただ、うん、あのバカじゃないとやってられないよ こんな微妙な青出してくださってあいいよっつうんでね怖いもん知らずで染めるじゃないけどさ目の前の小銭欲しさにどんなともいいから染めちゃうっつうので逆に低,単低価格でさもうなんかね中途半端な低価格だったらもうこんなもんっすやみたいにさバカじゃなきゃ染められないよ。<laughs> ど,どうよ <laughs> やっぱねお客さんのね笑顔を求めて染めようと思うとね絶妙な色ってのは値段関係なくね 無理よ。あ <laughs> もう出たとこ勝負になるからね。あのもう髪のさ状態ブリーチ状態でどのぐらい色が抜けるかとかね。前回染めてたやつがどうなってるとかね。それよりも細いの怖いのが地雷毛だよね。ブリーチ剤つけたたっに溶けちまうとかね。<laughs> 本当にもう難しい仕事ってのは逆にバカじゃなきゃできないよ。<laughs> はいお疲れ様でした。